日本北海道札幌市と夜開く、西岡西岡は北海道札幌市と夜開く南部の地区である。南北に細長い地区は西岡水源池を境に北側が住宅地、南側が低い丘陵地とはっきり分かれる。西岡の地形は四国火山の噴出物で作られた台地で土壌は火山灰である。北側は東を月寒川、西を もちづき寒川に刻まれ中央が盛り上がった南北に長い大地である。大地の東西は約1キロメートル、南北約6キロメートル、標高は北端が約7 0メートル、南端が約1 5 0メートル。東で福獣、西で平岸、市、南区、隅川の各地区に隣り合うが、そこも同様の大地である。ここには城、城目が割り振られている。 西から東に南北に細長く西岡一条から五条まで分ける。各々の条を北から南に一丁目から十五丁目まで分ける。両方とも市の中心に近い方が番号が小さい。古くは北半分を西岡はじめく南半分を西岡に行くと分ける区分があった。この地区の北側は全面が住宅地、一部商業地で南に行くにつれ畑が まばらに混じる。上、丁目がない南側は、月寒川の上流域で、面積としては、北側よりずっと広いが、市街化調整区域で、住宅は、ほとんどない。そのうち北西のもち月寒川上流部を、油沢といい、工場、墓地などが置かれる。焼け山に和人が、初めて入植した年は、1886年から1889年まで、諸説あって、 はっきりしない。当時行政上は月寒村に属した。開拓初期は、福井県、石川県、富山県の北陸地方からの移住者が多かった。森林を切り開いて畑を作り、新炭の製造、販売や出稼ぎで、現金収入を得た。1902年に、月寒村、豊平村、平岸村の三村が合併し、豊平村となり、焼け山は、 この豊平村の一部となった。1909年に焼け山が西山と改称した。1890年には兵庫県出身の移住者の森金蔵が現在の西岡八万宮を創始したとされる。西山は火山場地で土地が痩せ、水がえにくい大地ということもあって、営農には苦労が多かった。1915年から戦後しばらくは、 札幌市の家々から死業を引き取って肥料を確保した。大正時代に焼け山芋の名で品質の良いジャガイモを本州国外に売り出した。隣接する平木市で成功したリンゴ栽培は1923年から西岡にも広がった。油沢は油が地表に滲にみ出る場所で1883年から1957年まで たびたび石油が敷屈されたが、結局発見されなかった。地区の人々は、機械の潤滑油等に利用していた。1944年に、西山は、西岡と解消した。1961年には、豊平町が札幌市に併合され、西岡地区も札幌市の市政下に入ると、バスの便を得たこともあり、農村から住宅地としての様子を見始め、 水源池通に商店が点々と生まれ、やがて大型店舗も進出した。1967年には札幌大学が開学した。農地は激減して、南部のところどころに畑が残る程度となった。1972年にあった札幌東京オリンピックでは、クロスカントリースキー競技場が西岡に建設され、現在も競技会などで使われている。 1977年10月3日には4条2丁目、5条2丁目、5条3丁目が、1978年2月13日には4条9丁目、5条11丁目が、復獣より分割編入した。水源池通鉄道、地下鉄は通らない。歴史的に重要な道は水源池通で、一部が北海道道82号。 西のまこまない清田線に指定されるが、大部分は指道である。通りの名は、西岡水源池に由来するが、水源地建設以前からあった、西岡最初の道である。長らく馬車、自動車が通行できる、唯一の道であった。最初のバスの運行は1959年で、札幌市内から水源池通りの10丁目まで往復した。九百六十年代の終わりには、 現在の市街地の全域がバス路線でカバーされるようになった。宅地化とともに1970年代から水源池通りと並行、交差する舗装道路が次々と整備された。北海道中央バスの西岡営業所が設置され、月寒中央駅、住川駅、札幌都心等と結ばれるほか、 北斗交通の新千歳空港連絡バスが、札対象門前等に停車する札幌大学。ありがとうございます。